大岩大管は、車両や、その積載物の重量を測定する大型の測り、トラックスケールと、ほぼ同義。大岩で計測する行為を、大外計量と呼ぶ。大岩は、道路や敷地に設置された台状の検出部と、隣接する建物等の中に置かれる表示部からなる。機構としては、電気抵抗線式のものが一般的であるが、紳士式、大手動式のものもある。 一般的なものでは、国道や高速道路での化石祭取締りのため、検問所に設置されているものがある。高速道路では、料金所のゲート部に、軸重測定用の小型のものが設置されており、軸重課題の場合、ベルやゴングがダメージする。俗に、カンカンと呼ばれ、これは、重さを測ることあるいはそのために使用する台ばかりを、意味する、カンカンという言葉に由来する。 ただし交換では、音韻から蒸気のゴングだ、鳴る音を連想する人が多く、音が鳴るから、カンカンと呼ばれるという説明も、一般的に流布している。事業所などの敷地内に置かれるものは、車両を自走させて、台岸に乗せ、空車と積車の重量差から、積載量を算出するために用いられる。採石場や輸送所などで、粉体、液体等の、 バラ積み貨物の出荷時の重量確認に使われるほか、産業廃棄物処分場などでは、受け入れ量の算出に使われている。非自動道は仮であり、車両以外のものの計量も可能である。蒸気の用途において取引、証明に当たる場合は、計量法の規定により当該代官が、計量法で定められたものの実施する検定に、合格していなければならない。検定とは、 その計量器の構造及び器さをチェックするものである。構造が法で定める基準に適合し、基礎が法で定める検定交差内であれば合格となる。合格となった計量器には検定商品が付けられる。近年では検定制度の合理化のため指定製造事業者制度が設けられ、一定水準以上の製造及び品質管理能力を持つ製造事業者を 経済産業大臣が指定をし、指定を受けた製品について、自主管理により検定承認に代わり、同等の効力を有する基準適合承認を付すことができるようになった。この検定承認、または基準適合承認が付されていない代案を用いて、取引、証明を行った場合は、計量法第173条の規定により50万円以下の罰金に処せられる。 近年検定商品のない海外製の大岩が違法に使われることが増え問題となっている。検定に合格したトラックスケールを使用するものは2年に一度都道府県等が行う定期検査を行うかまたは計量子が実施する検査をもってこれに変えなければならない。定期検査は検定合格済みの計量器が取引、証明のために使用できるかどうかの判断をするために 行われるものであり、検定よりも検査基準が簡素化されているが、検査をするのみであるため、調整や修理などを行った場合は再度検定を受ける必要がある。ありがとうございます。